皆さん、こんにちは。こんにちは。本日は、はい、ご報告動画となっております。はい、お願いします。お願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりです。本日はですね、ご報告動画ということで、はい、2つのお話かな、現在のお話と今後のお話っていうことでお話をしていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。まず現在ですね、私たち日本一周終わった後に、まとまったお金をちょっと今後の挑戦で必要になるっていうところがありまして、現在リゾートバイトという制度を使っていろんな地域のところの現地に住み込みでね、アルバイトをさせていただくっていうようなことをしております、はい、なので今ここの部屋も住み込み先、そうね、お借りしてるお部屋になります、はい、でそこは今回はですね、京都の方にいるんですけど、京都のホテルで住み込みバイトをさせていただいているような形になっております、うん、久しぶりの社会人。久しぶりですよ。久しぶりに働いてますよ。久しぶりに働いて、なんと朝が苦手な晩餐地が朝5時半に起きて、毎日もこんなんなりながら起きてます。あーってなりながら、合言葉はもう起きられたらもう勝ち、今日は勝ち、今日は勝ち、起きられたら勝ちっていう感じで、ほんといつも朝ね9時とか10時に起きてた私たちなんですけど、頑張って起きながらやってるような状況で住み込みバイトをしております、はい、じゃあなんで住み込みバイトをしてまでお金が必要なのか、どうやらお金が必要そうなるんですけど、はい、今後の挑戦についてお話ししていきたいと思います。今後私たち2人が挑戦していくものは、海外の生活に挑戦してみよう。まさかまさか、はい、ということで挑戦していきたいなと思っております。なぜ海外生活に挑戦していこうと思ったかというところになるんですけども、うん、まず第一にですね、私たちは今日本一周をしていた中で、やっぱり日本の魅力をねたくさん感じてきたっていうところがあって、うん、まあ、日本の魅力を感じたからこそ海外を見てみたいっていうところももちろんありました。もちろんね、そこは出てきますよね、うん、すごく感じました。あ、日本がこんな知らないとこいっぱいあるんだったら、もう行ったことのない国しかないから海外に行ってみたい。しかもその旅行ももちろん行きたいんですけど、なんか住んでみたいちょっとねっていうところが、ね、深く関わりたいよね、うん、現地の人とか文化に、そうっていうのがあって、なかなか、ね、あの海外に住んでみたいなっていうところがまずありました。でプラスで、私たち今現在子供がいません、はい、っていうところも逆に言うとこのタイミングかなっていうところも感じていまして、子供がいないからこそ動きやすいっていうのももちろんあるので、そこのタイミングで今あの海外に行きたいなというふうに思っております。あとはですね、今後その子供のことになるんですけども、自分たちがね今結婚して4年とか5年とか今経ってるような状況にはなるんですけども、今後子供をね一般的には授かっていくような年齢とか年数になってくるのかなっていうところになるんですけど、そうなってきた時に自分たちが海外経験が全くないっていうところだったりとか、2人で旅行もね行ったこともなかったりしますし、なんか留学経験もなかったりとかっていう中で、まあ日本一周をしたりとかいろんな景色を見ていったり経験していく中で、やっぱ子供に選択肢をたくさん増やしてあげれる親になりたいっていうのがすごく自分たちのね、なんか子供をいつか授かるとしたらの将来的に考えた時にね、そう目標というか、自分たちはそういう親でありたいっていうところの、はい、なんかねあるんだよね、なんて言うんだろう、なんかそういう目標っていうのがありまして、なんかそういうスタイルを作っていくためにも、まずは自分たちが経験をしていく、うん、経験しないとやっぱ教えることもできないし、選択肢を増やしてあげることもできないよねっていう話を結構夫婦で話していまして、そういう決断に至りました。はい、はい、で行く国になるんですけど、海外に行く国はオーストラリアです。そうです、オーストラリア、オーストラリアは18歳から30歳まで使えるワーキングホリデーという制度を使って、うん、私たちは今回海外の生活に挑戦しようかなと思っております。はい、
でですね、オーストラリアを選んだ理由になるんですけども、もともと私たちが日本一周をしている中ですごく沖縄が好きっていう感覚に結局なったんだよね。特にひなちゃんは住みたいぐらい。私は結構北海道も良かったし、高知も良かったしみたいな感じでなってるんですけど、やっぱもう I love 沖縄みたいな感じでひなちゃんがなってたので、やっぱその気候と、一度ひなちゃんはオーストラリアにね、そう、大学の卒業旅行でね、ったことは、そうで、なんかすごくいい話をいっぱい聞いていて、うん、すごく良かったよ、住みやすそうだなっていう話もね、うん、よく聞いていたので、それがさっき言ったワーキングホリデーという制度のね、うん、方でビザの制限がないんですよね。そう、オーストラリアはだいぶ行きやすいというか、うん、その制度を使ったら行きやすい制度の国、うん、になってくるので、そこの候補にもなっていて、オーストラリアをね選びました。はい、はい、ということで、そのオーストラリアを選んで今後海外の生活を挑戦していくってなると、このチャンネルはどうなるの、うん、みたいなことになってくるのかなと、日本一のチャンネルね、はい、元々思うんですけど、うん、すごく悩んで、まあ、車旅が好きでとか日本の魅力を知りたくてチャンネルを登録してくださった方々っていうのがたくさんいらっしゃると思うので、その中でどういう発信をしていく方がいいのかなっていうところももちろん悩んだんですけど、やっぱり普段から温かく見守ってくださってるコメントとかを見させていただくと、やっぱ晩餐地の今後を応援しているよっていうコメントをいただいたりとか、インスタグラムの方でもなんか今後の発信も続けてくださいねって言ってくださるような方々の温かい声をいただくこともあったので、今回は私たちはこのチャンネルのままで夫婦の挑戦について発信していきたいなと思っております。はい、なのでね、なんか今までの日本旅みたいな感じで日本を周遊しているような感じで、オーストラリアを周遊していろんなとこも紹介するっていうのは動画ではなく、今後はもっと夫婦の挑戦っていうようなところに向けて、発信をしていきたいなと思っております。例えばの内容になるんですけど、まず私たちは全く英語が喋れないというような状況の中海外に行くんですね。もうマジかよって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本当に今現在中学英語のもう三人称単数とかそのあたりをやってんだよね。もう勉強してるというか思い出してるというか、毎日2人で言い合ってるような感じで今英語の勉強中になります。なのでその今後のね、英語が喋れない夫婦がオーストラリアに行って注文ができるかどうかだったりとか、そういう英語を使っていろんな挑戦をしていくことだったり、逆に海外暮らしについて気になる方がいらっしゃったら、そういったところの発信も踏まえてやっていけたらなと思っております。はい、はい、なので逆に今すごく改革期というか、自分たちでどうやってやっていこうかなっていうところにもなっているので、うん、ぜひぜひこういった動画が見たいよっていうご要望だったりとかがありましたら、どしどしお願いいたします。はい、コメントにね、はい、たくさんお待ちしております。ということで、今までとはね、うん、全然違うような動画の発信内容にはなってくると思います。今後ね、はい、変わってきますね。頻度も少し下がってしまったりとか、発信の仕方もショートが多くなってしまったりっていうところもあるんですけども、うん、ぜひそういったエンタメ要素をたくさん詰め込む予定ではありますので、はい、楽しみに見ていただけたらなと思っております。はい、ということで短い動画にはなりましたが、本日も晩餐地の動画を見てくださりありがとうございます。ありがとうございました。今後の挑戦も応援していただけたら嬉しいです。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。